こんにちは、永山です。こちらの動画では、パソコンに適したメモリを探す方法として、ですね、こちらのサイト、対応商品検索システムピオというものをご紹介します。まずはこちら、検索窓にですね、このように対応検索システムピオと入力していただいて、出た検索結果からこちらをクリックしていただきます。はい。で、画面切り替わりますので、このままだとですね、テレビの検索になってしまいますので、ここから、パソコン対応商品検索というところをクリックしていただきます。はい。画面切り替わりましたので、ここからですね、メモリに関しての情報を入力していきます。まずはですね、パソコンの形式やモデルとメーカー名をこちらで入力していきます。はい。私の場合、こちらですね、インスパイロンというパソコンを使っていますので、そちらの名前をこのように入れていって、はい。こちらで、機種のタイプですね。こちらを選んでいただいて、まずここちょっと発売年ちょっと忘れてしまったので、ここはそのままにしておいてですね、メモリをチェック入れていただいて、検索のところをクリックします。はい。ちょっと間違いが起こってしまったので、こちらちょっと入力し直します。もうちょっと検索の幅をですね、大きくしたいので、こちら、インスパイロンとだけ入力して、こちらに検索をかけていきます。はい。新しい画面映りますので、ここからですね、あなたのお使いのパソコンの、と同じものを選んでいただくと、このように出てきますので、まずですね、こちらから、このままだとちょっとよくわからないので、以前やりましたですね、タスクマネージャーというものを開いていただきます。はい。チャームからですね、検索を押していただいて、検索窓にタスクマネージャーと入力して、アイコンかキーワードをクリックしていただきます。はい。こちら画面切り替わりましたので、こちらのですね、パフォーマンスというところをクリックしていただきます。そうするとですね、画面切り替わりますので、メモリをクリックしていただきますと、このように出てきます。で、こちら右側にある 8GB DDR3 っていうところが出てきますので、こちらの説明についてはサイトの方でご説明してますので、そちらもご参考にしてください。というわけで、こちらの動画では、対応検索システムピオについて解説しました。動画をご覧いただき、ありがとうございました。